日はこれ、にゃんこ大戦争ウエハース、はい、どうする、ハサミだけど、うん、じゃあまずは、はい、じゃあ2つもあるんだ、うん、こっちウエハース、はい、うん、あ、気をつけて、シール切んないように、ね、うん、はい、シールじゃないからね、うん、おお、何、猫ムード、猫ムード出た、やったこれどっちだったのかなって、一番後ろの方なのかな、一番後ろ、え、もしかして一番前とか、一番前だったのかね、一番前がいいの、もしかして、わー、猫ムードだ、猫ムードやったね、わ、よかった、欲しかったやつだ、これタダだったんだね、ね、見せてちょっと、よかったね、なんかこれ富士山爆破、あ、そういうこと、火山じゃなくて富士山、猫ムード世界を、すごいね、かつて世界を滅ぼしたと伝えられる伝説の何、古代兵器、超巨大兵器、圧倒的な破壊力で敵を攻撃する、うわー、これ反撃攻撃っての、絶対し、あ、遠くまでちょっと攻撃が当たるってこと、そうなんだ、あのさ、それさ、日本編第3章をクリアしないともらえないんだよね、うん、今は未来、日本編第2章はクリアできて、うん、バルキリーを手に入れられたんだよね、はい、じゃあマイク開けてみよう、もしかして一番、あ、これ3000円なのね、3000円、あ、日本編で3000円なんだ、はい、はい、じゃあもう、これは何レアなの、これはね、EX なんで、へぇ、EX、 あのね、うん、日本編第3章でもらえるキャラだから EX、ね、はい、激レアとかじゃないんだ、うん、だけど激レアよりなんか強いね、うん、そうか、お、超激レア、え、そうなの、超激レア、見て、なんてやつなのこれ、なんていうやつ、なんとか少女カンナ、少女カンナ、うん、大冒険少女カンナだよ、大冒険少女カンナ、激レア、超激レア、超激レアだよこれは、書いてあるよ、超激レアって、本当、なんかいい、今日はいいね、今日はいいね、黒、いいのがあるかな、黒だけを買って、うん、おお、なんかいいのが出たのって、ね、今日はすごいね、はい、見て、ほら、後ろにすごいね、第三形態ね、これが少女は、この、これがカンナっていうわけ、うん、これは戦うわけ、うん、カンナって、あのね、説明して、あの、うん、お土産として持ち帰っていく財宝も冒険話も途中で投げ出して、ん？途中で投げ出してまた出かけてしまう好奇心の持ち主、黒い敵に超ダメージを与え必ず砲波を放つ、遠方範囲、すごいね、好奇心旺盛な人なんだね、これさ、猫ムートさんのさ、日本編、あ、違う、うん、未来編、うん、第3章をクリアしたら、猫ムート第3形態にできることができる、そうなんだ、できることよかったね、大冒険少女カンナと今日は猫ムートね、なんかすごいいいのが出たね、じゃあ切るよ、うん、はい、バイバイ。